いざという時に役に立つロープの結び方、その4。今日は固め留め結びをします、えー。その3であった留め結びの応用です。こちらがロープの先端です。でこちらがうになってくるんですが、えー、ロープの先端から、えー、を上の方にして輪っかを作ります。ここで入れるのが、えー、留め結びなんですが、固め留め結びはここに輪っかを通す回数を増やしていくことで、 締めててみます。こうやってコブが大きくできますで。応用としてはこちら、えー、この銅と輪っかを作ったこの輪っかに、えー、通す回数が多くなればなるほどこぶ、えー、が大きくできますのでエプロンとかに入れた時に抜けるなと思った時にはこぶを大きく作ってもらえば。 ぬより抜け防止になると思いますので、えー、使いやすいかと思います。